お疲れ様です。今日はですね、こちらの取りま攻めまくれデッキやっていきます。呪文も施設も入ってないっていう、まあ、ちょっと特殊なデッキなんですけども、まあこれはね、海外プレイはね、使いこなしてほんと世界一桁付近まで行ってますんで、そこじゃペダルメンですね。はい、こちらの、ね、方が使ってるデッキということで、そうやっていきましょうか。まあマジで守りとかもないですからまあ守って残ればね、そのまま攻めにもね活躍してくれるゴースというのエリババとかが入ってるので、まあとりあえず攻めまくって、攻めまく、多分攻めてからどうにかしようって感じですよね。まともに戦うっていう、その頭を一回捨てないといけないですね、このデッキは。さあ行きましょう。あー、なんか当たったなこの人。多分海外ですね。さあ墓石。いやー、まあディガーは飛ばしても良さそうなんですけど、なんかこういう端前プリンとかでやる方が相手からしたら良さそうで、こういうのもマジエチで対応するんじゃなくて、もうユーノとかでね守りながら、さあ攻めちゃう。これもう仕方ない、行くしかない。ザピー、ザピーボス機ですって。だいぶお兄さん硬いね、木が。でこういうのはどうしよう、逆サイゴーストで攻めるもあるしみたいな。まあ墓石はちょっと回っちゃうんで、そうっすよね、あんま変なことできなくなっちゃったっすね。まあトルネードはなさそう。うわ、マジアチャで射抜きていいけど、これね、射抜いたらね、多分ベリーベリーハードカウンターが来ちゃいそうなんで、一回プリンで閉まるか、一回閉まって、あ、待って、やばい、あ、だいぶやばい、だいぶやばいことしてる。痛い痛い痛い、ちょっと待って、だいぶ痛いことしたけど、この攻めは絶対通るはず。痛い、よし、よしよしよし。そしてこの間に端前プリンで削る。あ、ちょっとね、だいぶダメージ受けちゃったんですけど、ここさらにマジアチャリ抜くまで椅子が見える。よしよし、これ端前エリババあるっすね。まあ、いや、ディガーウォールブレイカーでもよかったか。ちょ、一旦行きまくりの回ですね。一旦行きまくって、でも攻めるしかないんだよな、この2機。卵もしっかり。うわ、あってよー。やばい。フェニ？ちょ、フェニックス積んだよ。いや、でも左が1200まで行ってる。よしよしよし、なんかいいね。一応出しとくか。なんかむずい。守るのがね。あ、てか、守るっていう考え多分良くないんですよね。ディガで削る打ってほしい本気で打ってほしいんだけど、逆サイフェニックスとかも知らないかもな。いや、止めちゃおう。耐えられるとちょっと良くない。ゴーストに頑張ってもらってプリン、いいよ、よしよしよし。これ耐えたらだいぶでかいんじゃないか。相手からしてるうざいぞ。ウォールブレイカーで釣りながら、あー、でも素晴らしい対応。おっ、なんか入ってるぞ。よしよしよし、これ今チャンスというか、行った方がいいですね。行ってマジコストを使わしてっていうね、本当に攻めこそが最大の防御なんです。マジこのスケキンお願い、ソウルコール使われたら終わる。やめて、なんかいっぱい間違っちゃう。お前のエイムが、お前のエイムが良ければ勝てるんだ。お前のエイム、マジでエイム悪い。え、エイム悪い、本当に悪すぎ。ガチで怒る。あんなに射抜いてんのに全然抜かんやんっていう。さ、ギリギリだ。いやー、なんかでも、スキキンとか嫌だね。なんか、コマ分け、もう全部、まあ、プリンとか交えちゃう。プリンと交えちゃうしかねえのか。で、頑張ろうぜっていうデッキですね。まあでも、今みたいにザッピーもいて、墓石もいてっていう、陸硬い相手にも戦えるっていう、まあポジティブな考え方はできる。さあ、この人はゴレチンじゃない？ゴレメーンな顔してます。はい。フェニックス。これ内側の方がね、キンキドされにくいって学んだんですよね。
いや、ゴースト近畿か。あ、なんかミスってね。うわ、でけえ。ポンポンポン。いや、こういうの幸せだからな。さあ、ということは、ということはお兄さん、一旦ディガーでビビドラを内側に持ってきてマジアチャで射抜かせてほしいんだけど、お兄さんどう？延命できそうだよね。あー、マジアチャの残りたくないって。マジで行きたい。金髪。まあまあ行くっすかね。さあ、あーでもいいムートだ。それはゴーストに抜かない。いやー、いいムートだ。いろいろ噛み合って、なんか噛み合って救われてはいるが、なんか今ラグ食った。やばい、思った後のダメージは出てない。もっと削りたいっすね。射抜くか。これリボンどう？え、マジでさ、天才リボンな気がするんだけど、このビビタラを相手が裂いたことによって。あ、でも金髪マジで。お前、黄色のお面の方が強いって。ナイス。本物を見せてやるよ。これ行くか。わからせの。おい、1、2、3! おい、なでやつ出てくるやん。よしよし。よしよしよし。いや、からの、もうワンプッシュよね、多分。もうワンプッシュ。プリンセスぐらい。いや、プリンセス多分よくねえな。大事だったかな。プリンセスめっちゃ大事だった気がしたな。まあでもちょっとキングをね、私は見ていかなきゃ、まともに戦ってっちゃ勝てないんだよ。いや、まともに戦ってっちゃやつはマジで勝てないんだよ。本気で、ガチの本気。ドラゴン多いね。相手。いいよ。あ、やばい。俺まともに戦っちゃ勝てないんだけど。本気で耐えてほしいんだけど。あ、やばい。え、ドラゴンなんか多くね？あ、ライドラ。あ。ちょっと待ってよ。もうちょっと守りましょうかね。はい。いや、惜しいな。多分、キングに行くんですけど、なんか、ゴーストも言うのも、エリババも全部、美味しく行かれてたんで、おっ、サジ5部やん。珍、珍っていうか、マルチであんますることないですね、サジ5部。さあ、伝説の男、クラロアといえばサジ5部。まあ、今だとね、もうクラロアといえば麦とか、クラロアといえばモハメドライトになるかもしれないですけど、ほんの1年かまあ2年前ぐらいまでだったらね、まあ、もっと昔になるか。クラロアといえばこの男、サージカルゴブリンですからね。さあ、ロイジャイだ。相性良さそうだな。なんか微妙なディガーしたね。それ怪しいな。なんかだいぶ展開として怪しいんですけど、そういうこともあるっすよね。うん、そういうこともある。ゴーストハンターのスケやったよな。オーマイグネス、文句だろ。文句ね。あ、ゴーストじゃねえんだ。ほんと強いんだよ。ケツがプリッ。8枚プリンス。あーはー、素晴らしいレシピ。でもこんな普通に戦うんじゃねえ、いけないんだ。で、これ、ハンター多分、お警戒してんか。うまいやつほど、このハンターが出てくる。それを射抜く。射抜く。マジマジアチャゲー。オッケー。あー、でも、でもこんぐらいですもんね。もっと、一発、ギャフンと。さすがに守るか。いや、これ、金魚してたし、守らないが来ちゃった。まあ、一旦攻めようか。あ、シメプリマジ強いな。いや、あのハンター、マジずるい。これやばくね。
通に。文句がね、俺のデッキに刺さって、新エテニケ？あー、でもウッドで素晴らしい。あー、やべえ、これ全然。なんだこのデッキ。デッキのせいにしたくなるが、俺のプレイで頑張れ。さあプリンちゃん行かれるけど仕方ない。マジで、あーこれ絶対勝てんやん。だってこの時どうやって勝つ。ちょっと待ってくれ。やっぱねこういう奇抜なデッキは本当に極めたやつの凄さをね実感できるっすよ。俺も文句欲しいな。文句いればなんかワンチンクソじゃない？ってこれワンチンクソじゃない？ああ回転早っ文句で。世界を変えるんだよ。ああこれもう一人だね。あライトニングか？やめて。ガチやめて。お？あーライト圏内です。おー G5 分。ずるいって文句。さあ、うーんって感じですね。ちょっとバッとしないっすよね。さあもっとねちょっと大胆にクレイジーにいかなきゃ。普通にやってたらちょっとダメですね。むずすぎ。なんかヘッポコデッキに感じちゃうっすよね。これでも勝ってるってすごい意味わかんないっすもんね。さあどうしよう、まあ、一旦ディガーでねおとなしく削ってくる。でも犬ってなんぼだよな結局ね。犬キビが発動したでちょっと苦しい。あーあーあーテリジャイだった。こういうのも仕方ない。こういうの仕方ないからさあ適当に耐えて。うわ俺のこれプリン勝ったのやばい。あ、でもそのあれがやばい。ソウルゴールマジでやばい。本当に笑えない。ゴーストだけは残って。ゴーストよし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 。あー意外といい意外といい。これで1本おられてこっち2本取ってんと。やめろ当たれた。お前あんまはしゃぐなよお前。なんでエレジェンに好き気にんのっていうことをまず一つ聞きたいんですけど。行ってこいリババ。あー素晴らしいライト防衛一発。あーあーマジでリババ金髪になってこい。うんあいつだったら殴ってた。さあプリンセス第一だな。インドラとか厄介だもん。え、でも、削んなきゃ。え？ちゃんの若いってお前。15歳でしょ。そんぐらいの。ちょ、おしゃれに。オシャンティー、ディガーボールブレイカー。おいさあ、ゴーストが入る。マジックウォッチャーで射抜いてこう。ボールブレイカーも入る。んー、言うのまで行っちゃって。めちゃくちゃいいけど、カウンター怖っ。めちゃくちゃいいけど、カウンターすごい来そう。リババのコースでちょっと残しとくか。おとなしく、うん、ちょっとおとなしくない。一回ね、一回ビビりでさい。マジやちゃー。いやー、おい、怖っ、なんか中途半端にね、多分イモルトね、俺の方がやばくなるんだよね。でもこういうのは多分延命した方がいい。あ、マジやちゃ欲しい。どっちこういうのね、行った方がいい。いやーめっちゃいい攻めじゃない。でマジオチャでいい。えあんたほんの若さっきからグッてこいつやばくね。何歳それだけ一番気になってない。本気で対応が若いっすね。あやばい
でも残りそうだ。これで、ね、逆に攻めちゃう。めっちゃいい攻めじゃない？あ、なんかメリメリしてる。よしよしよし。え、これ天才魔術していい？あー、うわ、死刑隊が、死刑隊が、うん、もう戻ってきてきた。これは無理だろ。はい、ゴースト入ってる。ラッキー、オーケー。いやー、無理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 むずすぎて。こんな無事って感じることなんか珍しいんだけど、マジ無事。いや、このデッキはマジ、このデッキを作ったやつしか使えんね。ガチですごいな、意味わかんない。そう、クロスか。テスラはもうね、クロスにしか入ってないっすね。うん、あ、着衣クロスだ。いやー、美味しいっすね。くれるんだ。あ、これもしかしてだけど、トルネードが入ってると。あ、入ってない。スケーレスピ型だ。よしとりあえず脳死攻めをして、だいぶ入るとダメージ。よし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 。いや、この攻め強いよな、これ。あ、でもそれも強い。まあでも一旦ね。いや、これコースいらんかったな、多分ね。いや、これちょっとクロスの受け豊富なのいいな。まあでもアッチャクリとかもね、置かれると厳しくなるんで、もう一本取られていいんで、一本本気で取ろうって思いながら守る。ウッド使わねえかな。いや、てかディガー熱っ。熱かった。いや、何この位置下手すぎるやろこのオルレイカ。意味わかんねえやろ。ちょっとスキルに対応させて、対応しやすくさせてあげてる。いや、これガチで端前プレイしとった方がいい。相手からしたらマジでうざいと思ったら。うん、横のクロスとか来ても取るんでないんで、別にマジでしなんとでもなる。よし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 。しっかりもうディガーで、はい、ディガーで、もうオールブレイカー一体削って削って削って、マジアチャね。マジアチャの、いや、でもこのマジアチャやめとこう。ビビリです。芋です。芋ってます。怖いです。いや、でも次は親衛隊。これ熱いな。なんか一撃家の竹取られるな。オッケーオッケー。これめっちゃ熱いぞ。だってさ、あいつ全て受けないといけないのやばくない？いや、でも全て受けるやん、綺麗。あ、着衣で。自分強っ。まあ、こういう時に攻めることをしっかりね、忘れないようにね。範囲で。もうちょい、プリン。あー、ちょっと怖い。ちょっと怖いが、冷静に行きたい。お願い、読まれないから勝ち。一発に、お前、おい。危ないっすね。なんか2個削っとんのに、削れず、なんか中途半端にね、削っただけでしたみたいな。よくあるんだね。1本確実に折んなきゃ。まあでも攻めカードがね、やっぱ多い分、だいぶこうダメージが入る時がある。そうなると気持ちいいですね。うん。エリババよこせ、ショートに。もうなんか、端前進入といきたいもん。26か？あ、鬼です、これ。26だけは無理って決まってるんですよね、こういうデッキ。だけ本気でね、本気でダメなんですわ。いやー、強すぎ。ずっとかやめろよ。おい、うん、まあでもワンチャンあるか。なんか親衛隊出しちゃった方が良さそうだな。
え、ちょ、あれ強すぎる。うわ、どうしよう。なんかちゃっちゃ親衛隊出して形組んだ方がすごい強そうにも見えるんですけど、なんか一回射抜いていい？よいしょ。あー、そのすけちょっとマジアチャム意識してんのか。意識してたらすごい、すごいだけ言っとく。一発、一発だけやで。強すぎるだろ。マスク当てるしか勝てないことに気づいた。はい、当てればいい。当てれません。当てたけどいや、ワンチャンマジである、うん、でここをスケで優しく来るところをスケ使ったか。あー、めっちゃシークするやん。お、バイボか。お、バイボか。いいね、いいね、いいね。いや、めっちゃいいぞ。ハッシュメンプリン来ていいけど、いや、ホグの一旦ね、コスト6コスト9コストでハッシュメンプリン。バレねえ、バレねえ、バレるな。よくやった、一発。お、なんか相手タイミング一緒にしてきた。エッチめな。そう、我カウンターなり。あー、めちゃくちゃいい。マジアチャじゃねえ、お兄さん。あー、でもいいマスケ。いや、マジめちゃくちゃいいの。陸が少ないんじゃない、薄いんじゃない、復活してるんじゃない。大丈夫お兄さん、大丈夫。いや、いい防衛するやん。でも、いや、でもだいぶ流れはもう俺です、完全に。俺に勝ってくれと。いや、そのなんか変な受け嫌だ。いや、これね、どこにね攻めるのかね、正解なのかすごいわかんないんですけど、なんかマスクになっちゃった。あ、でもなんか、え、なんか、あー、すばら、めっちゃいい感じになってて。え、なんか、なんで、なんか見え刺さってる。もう一発、おい、マジなんでガチでこんなんばっかだ。なんか知らんけど勝てます。うん、でっけ。さあ、というわけで、こちらのなんか知らんけど勝てるねペダルデッキ、皆さんもぜひやってみてください。では、大塚ちゃんでした。またね。